はい、皆さんお疲れ様です。島馬です。ちょっとテストに出てきました。ちょっとツーリングに行く予定があるのと、まあしばらくやってなかったのでオイル交換と前後のブレーキキャリパーのメンテナンスですね。はい。そして新しいカメラアングルミラーのところにね、以前からつけていた、マウントがですね割れちゃいまして使えなくなっちゃったんですよ。で、まあ安いセット物のねサードパーティーのミラーマウントだったんですけど、まあ割れちゃったんで、まあ途中でね落っこっても嫌なので外しちゃったんですが、で GoPro のね純正のバーマウントっていうのかな、ハンドルマウントっていうのかな、あれを買おうと思ってたんですけどちょっと落ちるのを躊躇してたらちょっと遅くなっちゃって、まあツーリングに間に合わないのでちょっとここにつけてみました。よくねザックのショルダーストラップに挟むようなこのクリップに、まあ、5セッションをつけて今度正面からちょっとまだ画角見てないんですけど合ってるかねちょっとわからないんですが、まあこれでもし映像的にね悪くなければ、まあちゃんと角度の印をつけて、はい、まあミラーマウントね買うまではこれで行こうかなと思ってます。まあ前後のキャリパーはまあいつものようにまあ洗ってピストンの揉み出しをして、そしてパッドの面取りしてね、まああとダストをきれいに落として組み上げただけなんですけど、まあやりたい作業はね他にもまあブレーキ関係でもあるんですが、ちょっと今回はやめて、まあキャリパーのメンテナンスだけにしときました。またねそれはいずれ改めてこの冬の間にやろうかなと思ってます。まあちょっと見ますけど、私この画像見てないんですけどいかがですか、前から正面からの、はい、映像。まあミラーマウントの方がね変化があると思うんですけど、まあ正面からのもいいかな、どうだろう、角度がちょっと合わせてないんでわかんないんですが、まあこれで良ければちょっとツーリング中はねクリップここにつけたままちょっとテープで止めて、うん、前からと後ろから、そしてまあヘルメットのアゴマウントと。なので本当はねこのヒーロー5セッションがもう1個欲しいんですけどね、まあ7でもいいんですけど、まあこのリモコンでスマートリモートでね3つはコントロールちゃんと接続さえすれば3つコントロールできるので、まあ編集ソフト上に3本乗っけるとね多分ちょっと動かないかもしれないんですけど、いやなんかちょっと天気があんまり良くないんですけどね、まあ寒いって言っても今日はそうでもないですね。なんか来週、実は来週から行くんですけど、来週からなんかめっちゃ寒くなりそうでちょうどその行ってる時がですねなんか東京も2度とか3度とか最低気温がね、いやーちょっとねなんだよって感じなんですけど、まあ昨日とか今日ぐらいの気温でしたらね全然、問題ないんですが、まあさすがに最低気温が2度とかになるとまあ路面凍結っていうねことも考えられるし、まあその分晴れてて天気はいいというか空気は澄んでるので映像的にはねいいかと思うんですけど、まあ一応これでねツーリング前の一応整備はまあ終わったんですよ。うん、まああとは用意して
詰めて荷物をね用意してっていう感じですかね。まああと、あ、そうそう、あのね、一応まあある程度ロングツーリングになるので SD カードをね、マイクロ SD、 GoPro のマイクロ SD カードを実はもう1枚買いました。うん、まあ私ね、3枚、これで3枚になってるんですけど、あ、これ少しずれたね、このくらいかな。64なんですよね。うん、64GB を今3枚、まあ1枚追加したんで3枚ですけど、まあもうちょっとこれ締めないと緩んであれですね、落ちてきますね、角度が変わっちゃうな。まあグリップで止まってるだけなんでね、実際行くときはまあ透明のテープで上貼っちゃいますけど、うん、そうそう、 SD カードをね追加しました。まあパソコン持ってかないのでツーリング中にねいっぱいになっちゃったらデータ移せないので、で携帯とかだったらね、普通に電気屋で売っているどこの SD カードでも認識するかと思うんですけど、まあ GoPro は一応指定品があるので、サンディスクとね、もう一個なんだっけ忘れちゃったけど、まあそれの方が確実なので、まあ今回もサンディスクの64GB を買いましたと。そうで、写真も撮ると思うので、スマホのね SD カードもマイクロ SD なんですけど、今まで32だったんですよ。でもうギリギリもういっぱいいっぱいだったんで、結構泣くな、パッと戻そうかな。大丈夫かな。そう、スマホ用はね1ニッパーのサンディスクの1ニッパーにしました。まあ1ニッパーあればね、画像スマホで動画あんま撮らないので画像なら全然 OK かと思うんですけどね。まあそんなことでございますと。まあこの動画が上げるかもわからないし、上げるとしてもいつ上げるかちょっとわからないので、うん、なんとも言えないんですけど、はい、今ファイブセッションをいつもの後ろからのマウントに切り替えました。ちょっとこれでまたテスト。まあこれもちょっと画角見てないんで、あの SL 用にね、まあステーごとちょっと外してたので位置が変わっちゃってるので画角がわからないですが、まあ画像を見ながらあとは調整をねすればいいんですけど。